はい、こんにちは、かっこいいギタリストの竹下敦です。本日ね、ちょっとお出かけしてまいりまして、オーケストラをねやられてる方とちょっと話をしたんですが、オーケストラ一般的に440、A イコール442ですよねと尋ねましたところ、違う、442とは言えないって言うんですね。もっと細かく刻んでるって言うんです。441ですかって言うと、もっと細かいって言うんですよ。それ何によって決めてるんですかという話をしたところ、ホールのコンディションとかによって変えてるっていうことで、なるほど、ホールのコンディションってことは、湿度やね、あとホールの温度によって一番影響を受けやすいのはやっぱ管楽器かなと思いまして、管楽器の音に合わせて、バイオリンなどのチューニングをしていくのかなと想像したんですね。で、知り合いに、音響関係の、ホールのいわゆる響きの調整やスピーカーの調整、日本の名だたるホールの調整を行っている音響のスペシャリストがいるんですが、その方にお電話で、ホール側でね、オーケストラのリクエストに応えて何か調整することありますかという話を質問しましたところ、一切そういうことはしないって言うんですね。それはあくまでも演奏者の側の問題であって、そのホールの音響側ではそういうことに対して対応することはないって言うんですね。これプロ同士の話でとても興味深いなと思ったんですよ。で、一般的に私はこの、ヤマハ製のクラシックギター、これを440で合わせるんです。ポリチューンを使って合わせます。それは仕方なくなんですね。本当はね、音差がね一番いいんですよ、この音差。これ見えるかな、黒沢楽器さんでね購入したものなんですが、音差いくつも買ったんですが、時々新しいもの欲しくなるんです。で、この音差がなぜいいかというと物質なんですよ。なのでしばらくこの空間に置いとくと馴染むんですね。なので、チューナーというのは常に 440Hz を加速感の中で作り出すんですが、音差というのは物質なんで、これも物質ですね。物質も同じように揺れるんで、どっちが正しい、どっちが人間の耳に心地いいかっていうと、音差で合わせた方が心地いいんです。でさらに言うと、オリン、チーンって叩くオリンがね若干低いんです。だいたい 435Hz ぐらいなんですよ。それで合わせますと、とても日本人や、あと、いわゆる黄色人種、あと、黒人ですね、音楽は大体435で合わせてます。これなぜかというとね、湿度に関係あると思うんです。空気っていうのはやっぱり湿度を含むと粘り気が増すんですね。空気自体はつながっている、細かいものがつながって空気というものができているんですけど、湿度が上がれば上がるほど粘り気が増すんです。だからポーンってやった時に少し湿った音になるんです。これに関してはね、詳しく図を交えてお話したいと思いますが、
基本的に白人の方、特に例えばカリフォルニア州のね、ホテルカリフォルニアとかすごく乾いた音がするじゃないですか。あの音で日本では出そうと思っても出ないんですよ。逆に日本は日本の良さがあるんですね。無理やりにね、加湿器で加湿しても加湿したことにならないんですよ。あの加湿器使われている方はそれで加湿したつもりかもしれないですが、そんなことをするんであればね、昔冬のねシーンなんかで、時代劇なんかでね、ずっとお湯を沸かしてるでしょ。そこでこうキセルを吸ってポンポンってやって、常にお湯を沸かしてるじゃないですか。あれがね、まあ、水蒸気になるわけですよ。あれが最も細かい粒子のね、水、厳密に言うと100度ではないんですけど、沸点は、99点細かい数値があるんですけど、それ気圧によって変わるんですけど、それで沸騰して蒸発したものが空気に混ざるのが一番最も正しい方法なんで、加湿器にお金をかけるってのはね、無駄です。ただ楽器店でね、お湯沸かせないでしょ。だからどこの楽器店も致し方なくね、あの加湿器使ってるんですが、正直言ってね、弦とかがベタベタするし、無理やり作った湿度なんで、まああまり心地よくないんですが、やっぱり楽器店もね、プロなんで、そこうまーくね、いろんなファンとか回して空気をかき混ぜるんですね。非常に音っていうのはね、興味深く、いつまでたってもやっぱり追求していきたいものですね。かっこいい期待人、竹下敦です。今日はね、オーケストラの調律、チューニングと、あとホールの音の響きに、それに関する湿度に関してお話ししました。何かね、ここからインスピレーションが湧くことがあったら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。竹下敦でした。